超原神は、大韓民国の政治家。売り共和党代表、第18.1920代国会議員。大韓外国党共同代表などを歴任。親牧派の中心人物。1959年1月7日、継承北道テク市生まれ。2008年4月に行われた、第18代総選挙で、テグ公益市たちに宿平から、親牧連帯候補として出馬し、 当選した。同年7月に、半奈良党に入党し、在外国民の賛成権獲得のための法改正を、主導した。第19大総選挙で再選した。2013年に、僕国が大統領に当選すると、中国に特殊団の一員として派遣され、習近平国家主席に新書を渡し、洋清志外交部長らと会談した。2015年から、 セヌリ党の院内主席副代表を務めた。2016年の第20代総選挙では、無所属候補の公認をめぐり、党を離党した劉、劉章や党代表の禁制を批判した。同年9月には、革新系の定与人氏国会議長の米国出張などを問題視し、セヌリ党定与人氏自民官鉄非常対策委員会委員長に就任し、疑惑を追求した。 同年12月に、槿恵大統領が弾劾されると、2017年の31節に、親僕議員と共に、対局奇襲会に参加し、弾劾反対を主張したが、反僕派議員の集団離党などによって党が弱体化した。2017年4月に自由韓国党を離党し、法を支持するグループによって新たに結成された。 セヌリ党に入党し2017年大韓民国大統領選挙に出馬するが落選した。同年6月に党を除名され、大韓愛国党を結成し共同代表に就いた。2019年に自由韓国党を離党した公文省議員が入党し、売り共和党に改名した。2020年3月3日に自由統一党と合併し、新設された自由共和党代表に就任した。 同年4月に行われた第21大総選挙で、未来統合党候補の金曜版に敗れ落選した。在外韓国国民300万人、すべての選挙に、選挙検討は日報2008年8月26日、北区主、中国に、特殊団派遣。討は日報2013年1月22日、金正氏と親牧系、離島派対応で、 足並みの乱れ等は日報2016年3月30日国会議長と政権与党が決死の泥試合等は日報2016年9月30日3.1節、与野党大統領選候補の動き等は日報2017年3月2日親牧系非主流派の離党宣言に戸惑い隠せず等は日報2016年12月22日親牧国派革新の超原新議員が 大加害国党旗揚げ中央日報2017年7月9日を僕、く、国は重鎮議員が、離党宣言、大加害国党と、新京和党旗揚げ中央日報2019年6月16日。ありがとうございます。